グエンバン国とホーチミングエンバン国は北、ベトナム空軍のパイロットである。ベトナム戦争でエースパイロットとなった。最終階級は中将。ハノイの北の爆山省に生まれた。5歳の時、ベトミンのメンバーであった父親とおじがフランス軍に殺された。フランスとのトラブルを恐れて母親は家族を連れて、 中空軍基地の近くに移り住んだことによって、グエンは航空機に興味を持つことになった。爆山の学校を出た後、1961年にベトナム人民空軍に入隊し、ハイフォンの基地で訓練を受けた後4年間、ソビエトのバタイスク空軍基地、クラスノドフ空軍基地で訓練を受け、120人の訓練生のうちミグマイナス17のパイロットの協定を終えた7人のうちの1人になった。 921戦闘機部隊で勤務した後、再びソ連でミグ -21 と福座のミグ -21U への転換訓練を受けて、1965年6月に921戦闘機部隊に戻った。1965年12月から作戦任務に参加した。1967年1月2日にアメリカ空軍が 海 -105 戦闘爆撃機の爆撃行動を装って北ベトナム空軍機をおびき出して空戦装備の海 -4 によって撃墜された5人のパイロットの一人となったが全員安全に脱出した。旧機の撃墜記録はミグ -21PF で行い赤外線追尾の R-3 エズアトールミサイルで撃墜した。1969年には勲章を受訓した。 1968年にアメリカ軍のローリングサンダー作戦が停止されると戦闘への参加はなくなり実戦部隊から訓練部隊の教官に転じた訓練したパイロットには1972年に5機を撃墜したグエン・ドゥクソアトがいるベトナム戦争が終わった後も北ベトナム空軍に止まったが2002年に健康を害して退役したベトナム戦争中に グエンバン国が撃墜したとされる機体は9機が確認されている。9機のうち7機はアメリカ空軍も確認しているが、損害が地対空ミサイルによるものか空船による撃墜によるものかはしばしば明確にできない。国は1967年11月と12月に海マイナス4と海マイナス105を撃墜したと主張したが、アメリカ軍に対応する損害は記録されていない。 9機の内訳は、回 -105D、3機、回 -4D、2機回 -105 回、回 102A、回 -4B、OV-10 角1機であり、その他に無人機悪夢 -34 を撃墜している。ありがとうございます。